皆さんこんにちは、あじまです。今回はですね、ワイヤレスマイクの話です。前回まあご紹介したですね、ショットガンマイクとはちょっと変わります。まあワイヤレスなんでね、遠くでもまあ無線でね話せるっていうものになるんですけども、シンコさんのですねワイヤレスマイク G2A2 をご提供いただきました。ちょっとね、まあ、開封していきましょう。こういったねマイクになります。で、送信機が2つと受信機が1つのタイプになります。で、これがね、送信機1つ受信機1つのタイプもあるんですけども、私の場合はこの G2A2 ですね、 A2 の方ですね、受信機送信機が1つずつのやつが G2A1 であります。で、こっちは G2A2 ですね。で、 YouTube なんかでね撮影するとき、私自身はまあ室内撮影っていうものが多いんですけども、インタビュー撮影なんかをね、まあ、担当する時もあるので、そういった時にはですね、まあ、ショットガンマイクね、こういった形のマイクももちろん便利ではあるんですが、ワイヤレスマイクなんかつけてね、その話されている方の直接声をピンポイントで撮るっていうのに、こういったワイヤレスマイクは便利になります。箱を早速開けていきますと、マニュアル関係ですね、これがマニュアルですね。マニュアルとこちらもマニュアルですね。で、こっちは英語のマニュアル、こっちは日本語のマニュアルという形になっています。で、中身がですね、どういった形になっているかっていうと、これが専用のポシェットと言いますか、バッグと言いますか、パッケージと言いますか、まあ、これがね付属しているものになります。で、早速開けていきますと、中身はですね、こう落ちないようにちょっと気をつけないと、こういった形になってますね。なので送信機が2つ、受信機が1つのタイプ G2A は A2 の中身です。 A1 はですね、これがシンプルに送信機側が1つになります。ワンペアですね。ここは送信機が2つあるので、受信機1つで、まあ、インタビューする人とインタビュー受ける人、それぞれ1人ずつにトランシーバー側ですね、送信機側をくっつけてもらって、まあ、インタビューができるという形のものになってます。で、周波数帯ですね、まあ、デジタル 2.4GHz、まあ、ちゃんとね技的取得済みのものを使用しているので、まあ、問題なくね国内でもちゃんと使えるものになります。で、バッテリー駆動時間は約8時間という形になっております。で、シンプルに見ていきますと、ケーブル関係が入ってますね。で、これが本体を先に見せましょうか。受信機側ですね、レシーバーのものになります。結構小型でしょう。だいたいね、本当あの消しゴムぐらいの大きさですわ。例えがどないやねんってなるんですけども、側面はねこういった形です。後ほどねちゃんとあの送信機と受信機側両方ね語っていこうかなと思うので、まずはちょっとこっちをね開けていこうかなと思います。で、送信機受信機どちらも、ディスプレイっていったものを採用しているので、障害物がない、結構入ってますね。障害物がない場合であれば、50メートルぐらいね、あの離れても撮ることができるので、ワイヤレスマイクのね、50メートルね、こういった有線のマイクで伸ばそうってのはめっちゃ大変なんでね、あの有線の、マイクではなく、こういったワイヤレスの特徴というのは、やっぱり遠くでね、音がね、離れていても撮れるっていうのが一つの特徴かなと。で、価格ですね、これがやっぱりこの商品の見どころの一つで、この送信機が2つのタイプですね。G2A2 の方が 2.5 万円。で、ワンペアの A1 の方ですね。G2A1 の方は約 1.5 万円というものになっております。なので、送信機が1つ増えるとプラス1万円やなっていうふうに思ってもらえればと思います。で、これがリセット、あれですね。リセットする、プスって刺すやつですね。で、付属品の話からいきますと、まず、そうですね、本体側でいくと、ちょっとこう避けといて、送信機、こっちですね、トランシーバー側、これが2つあります。トランシーバー側、送信機側、なので話す人につける方ですね、話す人につける送信機、トランシーバー側です。で、側面から見ていきますと、リセットボタンですね、これプスッと押すとリセットになるボタンがあったり、ゲインの調整であったり、ノイズカットのね機能があったりします。ただノイズカットしちゃうと、ちょっと声の質がねちょっとロボットっぽくなっちゃったりするので、あまり使わない方が個人的には好みです。で、こちら側ですね、ミュートボタンであったり、 USB-C で充電するタイプなので、 USB-C の充電口っていうものが入って
おりますね。であとはもうマイクの差し込み口ですね。この送信機側にもちゃんとマイクはあるんですけども、このマイクっていうものはちょっと離した距離に置いておいて、このマイク端子のところにこういった付属のですね、こういったピンマイクがあるので、ピンマイクをつけた状態で、なのでマイク自体は首元にピンマイクとしてつけておいて、送信機はちょっと離したところ、例えば僕あの腰のベルトとかにくっつけてもらって録音するとかいう形もできます。でもちろんこれをね、直接マイクここにもついてるので首元につけてあの音声取ることも可能になっております。次は受信機側ですね。こっちです。レシーバーですね。これはちょっと側面が変わっています。レシーバーの側面はですね、ゲインの調整とリセットボタンになります。上はねまたリセットがあって、ここがA と B があるので、このねトランシーバーそれぞれのあのゲインの調整、まあ音量って言った方が伝わりやすいかもなんですけども、厳密にはちょっと違うんですが、まあ音量のねあの調整っていうものを、まあ最大15まで上げることができます。でここの今のショットガンマイクの設定だとカメラ側はプラス5、こっちが15で撮ってます。なので今回この送信機もプラス15で撮ろうかなと思ってます。でですね、これが USB-C の充電口とモノラルとステレオの切り替え口ですね。で、上にはイヤホンマークありますね。ここでモニタリングね、してもらったり、直接音を聞きながら録音することができたり、で、アウトのところはね、ケーブルから出してもらって、マイクに直接挿してもらうことによって、送信機側から届いたやつをこの受信機が受信して、これですね。このケーブルっていうものを使ってもらって、受信機側で受信してそれをカメラ側に差し込んでもらうっていう流れになります。これが送信機と受信機ですね。結構ねあのボタンがそんなに多くないので、まあ、シンプルにね使えるものになります。クリップ式なんでね、あの服にも挟めることができます。ただ白い服とかに挟むと結構そこそこのインパクトがあるんで、ちょっとね挟む場所と声との距離感っていうのは意識してもらったらいいかなと。で 3.5mm の TRRS スマホ用のケーブルですね。なので4極ケーブルです。4極はどこだ、これが3極、これが4極、なので こっちですね。この3極と4極なんですけども、何が違うかっていうとですね、ここのね端子の本数、黒の線の本数が実は違うんですね。上側の方が1,2,3 と黒い線が3本あって、下側は黒い線が2本あります。 1,2 と。なのでこっちは3極、こっちは4極です。なのでスマートフォンなんかの4極が必要なものにはこの3本黒い線が入ってる方を挿してもらって、でこの3極の方をですね、カメラ側というものに挿してもらえればなと思います。なのでね、こっちのトランシーバー側の、まあ、マイク端子のところにね入れてもらったらなというところですね。でもう一つは3極3極の線ですね。こちらですね、3極3極の線があるので、これはもうカメラ用の、まあ、ケーブルですよね。なのでこれでカメラと、まあ、マイクっていうものをトランシーバーですねつないでもらったら、OK という形になりますね。カメラとレシーバー側ですねつないでもらったら OK というところになります。なので、まあ、これを使ってもらえると一番いいかな。カメラっていうのはだいたい3極型なので、これを使ってもらって、あ、めっちゃ優しい。これ、わ、見えるかな？ちっちゃーくですね、カメラのマークついてますわ。めっちゃちっちゃいけどね。これ、カメラのマークついてるんで、こっちをカメラにという形でね、刺してくださいで、こっちをマイクに刺してくださいってあるので、もう従っときますね。もう今刺しとこうかな。こういった形でね、刺しときます。で、外部ピンマイク、モフモフですね。これです。モフモフが、ついてるものがあります。でピンマイクが2本ついてます。これがおそらく G2A2 なので2本ついてるんですけども、 A1 であれば1セットだと思います。このねピンマイクが付属でついています。これが結構強いかなって思いますね。この商品はやっぱりこの商品はコストパフォーマンスがいいっていうところで、そういったところがね強いかなと。であとは、3-in-1 の充電ケーブル、これがちょっと面白かったんですけど、こっちはねよく見るでしょ、充電ケーブルの、まあ、USB 側です、挿す側ですね。
で、その先が1本のケーブルに対して USB-C が3本に分かれてます。これ電圧的に大丈夫なんかなちょっと思ったりもするんですけども、まあ、あの充電、ね、3つあるんで3つね一気に充電できるっていう便利なケーブルになっております。でちょっとね他の方の評判なんかを聞いてると、若干このね3本線が動作不安定やったりもするっていう話があったりするので、まあ、私はですね直接ちゃんと1本ずつ別のねケーブルで利用しようかなというところがありますね。でこれモフモフですね。でこっちもモフモフ、もう1個ありますね。であとは専用収納バッグっていうのがこれですね。先ほどね冒頭お見せしたこのバッグっていうものになります。結構ねしっかりした作りなので、外でねマイク使う時にもこのバッグに入れた状態で持って行ってもらえたらなというところですね。あとは外部マイク用の、まあ、ウィンドシールドっていうものがあって、リセット用のピンがあります。先のねリセットボタンにプスって刺すやつですわ。であとは日本語説明書っていうものがあります。でピンマイクのねクリップみたいなのもついているっていうところで、本当にコストパフォーマンスが高いと言いますか、いろんなものがひとしきり揃っているなっていう印象がありますね。なので同価格帯のですねワイヤレスマイクなんかに比べると、やっぱりアクセサリー系っていうものがかなり、まあ、充実していて、コストパフォーマンスがね高い印象がある、まあ、マイクかなというところになりますね。でサイズとか、まあ、仕様のところをですね、まあ、マイクって結構ね細かい話になっちゃうんで、詳しく話しすぎるのは厳しいかなと思うので、もうざっくりとねこのマイクを欲しいなって思う人が、まあ、どういったところをね気にするのかっていったところで、まあ、周波数帯としては、まあ、2.4GHz 帯というものを使っていると、なんか麻雀の パイみたいになってきたね、これで見てるとね、こう押した音こう置きたくなるタイプですね。で周波数はまあ応答 20Hz から 20kHz っていうところで、バッテリー充電時間は 1.5 時間です。で寸法としては 12mm×42mm×17mm なので、だいたい 5cm×4cm× 厚さはまあ 2cm 弱っていうところですね。なんでほんとちっちゃいです。で重さは 39g なので本当に軽いですよね。で受信機側送信機側もほぼほぼ仕様一緒です。押せるボタンとかが違うだけで、もうほぼほぼサイズ感重量ってものは一緒です。でマイクの方はですね、オーディオチャンネル、これモノラルの、マイクになります。ステレオじゃなくてモノラルのマイクですね。で集音パターンは、全指向性なので、こういったね前の音だけを取る、指向性のあるものじゃなくて、まあ、全体のね音を取るというマイクになります。で感度はマイナス 40dB で 50Hz 帯から 20kHz 帯の周波数範囲というものになります。まあ一般的なピンマイクやなと思ってもらえたらなというところですね。で所感としてはですね、まあ音質っていうものはやっぱりカメラと違う音の沼みたいなものがあるんですよね。でこのクオリティで、まあ、実質 1.5 万ぐらいで1ペアを購入できる、なのでこのペアかな、このペアを 1.5 万ぐらいで購入できるっていうのはかなりコストパフォーマンスが高い印象ですね。でやっぱりワイヤレスマイクとして王道なのはロードなワイヤレス GO なんですけども、1万円ほどの差があるので、まあ、メーカーとかですね、まあ、新興の音質っていうものに違和感を感じない人は、まあ、お得に使えるんじゃないのかなと。でそれにまあピンマイクなどを含めてですね、付属品が多いものになりますので、手軽にワイヤレス環境を一発で揃えることができるっていうのが強みかなというところがありますね。ちょっと電源を入れてみましょうか。今電源入れました。送信機受信機両方ですね、進行っていうロゴが出てると思います。で何よりやっぱ電源導入からですね、数秒で送受信機っていうものがペアリングしてくれるのがこの機種というかマイクの印象で、本当にストレス少ないんですよね。もうすでにねこれA のマイクですね、レシーバー側で A で原因が15っていう風に出てる、なのでもうこれはすでにペアリング済んでる状態なんですよ。なので本当にすごくシンプルに早くですねペアリングができるっていうのが印象としてあります。で音質っていったところは、ワイヤレスマイクである以上ですね、ガンマイクなどに比べると、まあ、柔らかい印象にはなるんですけども、これは本当に音の、好みでもあるので、まあ、それでね選んでもらえたらなと思いますね。テストテストテスト。
テスト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 、今これ別にね録音してる状態じゃないんですけども、今、まあ、この距離感でね喋ってる状態でこういった形になります。今ちゃんとね音入ってるかなと思います。ベコ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 ね、あの緑のバーが動いているかなと思います。こういった形でね、まあ、受信機側使います。で逆に送信機側はもうシンプルにこういう表示ですね。なので音を出すとこの受信機側でこういった表示でね出てるので、ちゃんと受信していることがわかりますね。で次がまあ電池の減りがちょっと早いなっていうのが意外とあの心配する声があってですね、私自身もこれあの別ペアで使ってみてですね、実際にあの感じているところとしては、8時間使えるって書いてるんですけども、あの1時間程度で半分ほど電池、私が前別で使ってるセット1セットでは減っちゃうので、何なんでしょうね、その8時間使えるのはちょっと少し微妙かな。使う環境とかその原因の書きかせ方とか、なんかいろいろね機能使ってるからこそっていうのはあるかもしれないんですが、ちょっとね8時間ほどあの使えるっていうのはちょっと微妙かなって思いました。でせっかくなんでね、もうここら辺から今このショットガンマイクからこっちのね進行のマイクの方にちょっと切り替えてみようかなと思います。はい、今ですね進行の G2A2 の、まあ、1ペアを切り替えてみました。 ZV-1 のマイカメラに対してオーディオケーブル引っ張ってきて、ここでねオーディオでいつもこのねショットガンマイクの方につないでてカメラ側に音を飛ばし出してるんですけども、今はそのケーブルをこっちの受信機側に挿してます。この状態ですね。でマイクはここにいます、送信機ね。なのでいつもよりねちょっと距離感あるんで音質っていうものは変わってくるかなと思うんですけども、ちょっとずつ近づけていくと、そうですね、まあ一旦ちょっとバランス悪いかもですが、まあ軽いんでねこの辺にギリギリ乗せてみましょうか。いかがですかね。まあいつもこれぐらいのね感覚で、ショットガンマイクも先端長いですけど、まあ実質音量ね拾うところは、まあ、もうちょっとね中の部分にあるので、だいたいこれぐらいの、まあ、距離感で話してるかなと思います。で同じね、原因は15でカメラ側の設定っていうものは5のままで変えてないので、いかがですかね音質っていうものは。これが、まあ、実際本当はマイクはこんなところにこれがなくてもいいっていうね。なので言い方を変えればこのマイクが、まあ、この辺についていてとか、この辺に置いてて、でこの受信機がこんなところに持ってこなくてもカメラの横にね置いてればいいので、それが実現できるので、本当はこのシステムっていうものがごっそりドンってなくならせることができるのがこのマイクの特徴です。でこのままねちょっと話を進めていくと、音はちゃんと入ってると思うので、まあ、このまま進めていくと、このウィンドスクリーン、初め私も使ってたんですが、ちょっとね取れやすい個体があったりするんですね。しっかりはまるものもあるんですけども、なんかポロって取れたりするやつもあったりするので、ちょっとね野外ではなくさないように注意して使ってますね。ウィンドスクリーンはねここのね上のペコってはめるとこに、まあ、かませる感じなんで、結構力が入ったらコンって取れたりする個体があります。しっかりくっつくやつもあれば外れやすいやつもあったりするので、これはまあ個体差かなと。あといい点としてはボタンの反応が思ったりいいので、これ使って、まあ、原因がですね押しちゃった時に意外と知らない間に音変わってたとか。でちなみにですねこれ2チャンネルで受信するので、ここで今もう1個の方もこれはチャンネル B になるのかな、 B 側をつけております。なのでこれでねなんちゃってステレオみたいになると思います。自分一人でねこれ入ったかな、入ってますかね。なのでこの状態で話した状態で今こっちから音取ってます。で逆にこっち側から音取ってる状態ですね。何をしてんねんって話ですけどね、一人で。なのでこういった形でね取ることができるかなと思います。でボタンの反応が思ったよりいいので、まあ、少しの力でね設定が変わってしまうには、まあ、要注意かなっていうところがあります。でこの機材にね限ったことではないんですけども、ちょっと今ね電源切ってます。野外では、まあ、液晶の明るさ、この部分ですね、液晶の明るさっていうものが物足りず、まあ、手でねこうやって隠して、今どういう状態っていう見ることが必要だったりする場面も目立つので、カメラ側のまあその音量のバーっていうものを見てチェックするっていうのもありかなと思います。意外とね音質っていうものは、まあ、ワイヤレスマイクっていうのはどうしてもこういうショットガンマイクに比べるとちょっと不利なね場面もあったりするんですけども、マイク側でまあ原因の調整っていうものを10から15ぐらいにしてもらって、カメラ側の設定をね、まあ、5とか10とかそれより、まあ、低い人だったらね1とかに設定したりするんですが、そういった環境でいろいろ試してもらって自分のベストのホワイトノイズが可能な限り少ない設定であったりとか、私はどうしてもホワイトノイズをゼロにするっていうのは正直難しいって思っているタイプなので、なのでもう
ちょっとね弱い BGM を流しながらホワイトノイズはそれでねちょっとごまかしながら不快に感じないように聞いてる方がね不快に感じないような、BGM を流しつつ音声をちゃんと届けれるようなかつ修正時に原因を上げんでいいようなそういった設定を自分の中では心得ております。今回はですね新光さんの G2A2 という、マイクについてワイヤレスマイクですね。なので本当にコストパフォーマンスが良くてこれ1個買えば一式全部揃うっていうのが特徴ですよというものをご紹介させていただきました。このセカンドチャンネルではですね今後もこういった形でカメラに関することとか撮影に関することこういったねガジェット系に関することなんかを、まあ、中心に取り上げてですねいろいろ自分がメインのチャンネルでは話せないけども、まあ、いろいろ話していきたいなっていうところを取り上げていくざっくばらんないろんな雑談の場やけども情報としては役立つものを揃えていこうかなっていうところになりますので今後ともぜひ、チェックをねしてもらえたらなと思います。よかったらねチャンネル登録してもらえると嬉しいです。当たり外れある動画あるんですけどもうそれもあのご愛嬌やと思ってね見てもらえたら嬉しく思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。